3組目、猫の鈴さんです。お願いします。キュアプルラバーダイヤモンミラクルマジカルジュエリーデ
最後のアピールありましたらお願いします。はい、私たち、そうですね、主にアニソンとかダンスとかで、コスプレで活動してます、猫の鈴と申します。ありがとうございます。今日はですね、私たちの大好きなプリキュアをですね、皆さんに、ポカポカした気持ちをお届けしたくて今日は、参りました。どうも本当にありがとうございました。はい、以上です。ありがとうございます。では審査員の方々からご質問ありましたらお願いします。審査委員長お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、一瞬ね、ここがショッピングモールなんだと思うぐらい、よくね、ショッピングモールとかであるよりも、僕は正直、おしゃれの日を見てる方がいいからというふうに感じられるぐらい、世界観も素敵で、作品が好きなんだなというのがすごく伝わってきました。本当に私自身がプリキュアのショーを一人でも見に行っちゃうぐらい好きなので、子供に混じって、ね、その時のすごいポコポコした気持ちをいつも本物のショーからもらうので、そのポコポコした気持ちをちょっとでも表現できたらいいなと思いました。いや、もう十分に伝わって。ありがとうございます。で、質問させてもらいたいんですけども、はい、衣装は手作りですか？これですね、一部、そうですね、記念品であったりするところもあるんですけれども、もう頭はもうすべて手作りで、というかもう本当に頑張りましたのでね、特にこの紫のマジカルちゃんを見ていただきたいなと思って、ありがとう。ありがとうございます。このやつってウィッグから作ってます？それウィッグです、はい、ウィッグで、はい、そうなんやね、素晴らしいですね。ありがとうございます。頑張ってくれました。いや、もうそれだけね、クオリティが高いもんだからこそね、そういうキャラクター賞にも負けない迫力が生まれたのかなと思いますので、素晴らしいなと思ってます。で、今回皆さんにお聞きしてるんですけれども、なぜこのトーナメントに出場されるきっかけというか、そうですね、元々ね、よく、はい、2人で、ライブハウスとかもなんですけれども、コスプレのイベントの方にも参加して、はい、させていただいてまして、ね、はい、それでこういう大会があったらいつも出たいねっていうことがね、ちょこちょこ。そうですね、せっかく見ていただきたい作品ができたので、はい、これも披露しようと、やるからにももう歌いながら勝手に踊るぞということで、はい、歌も踊りも 100% 目指しました。はい、ありがとうございます。もう1点だけ、はい、抽選行われて、はい、大鳥だと気づいた時の心境を一つ。おっと、来たなと、なんか持ってますね。なんか、でも私的にはもう本当にこの、もう恥じない作品にしたいと、はい、ということで逆にモチベーション上がりました。ありがとうございます。私からは以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、以上です。はい、ありがとうございます。13組目、猫の鈴さんでした。ありがとうございました。